はい、今日は田島鶏のこっちの地元のやつですね、田島鶏のささみを今日はね、下処理と茹で方までをですねしようと思います。で、茹でてそれこそサラダとかそういうのにもじゃあね使ってます。で、ささみポン酢とかボイルまでの段階をね今日はしようと。じゃあ今からちょっと早速始めます。この筋、これをね取っとかないとね、食べた時にね結構、まあ、後から取ってもいいんですけどね、こういう感じでギュッてやっちゃうとねプチって切れちゃうんで、こう押し潰すような感じ。ただこっからほら筋が抜けてるのがねよくわかります。こんな感じ。はい、こういう感じで全部ねちょっとやっていきます。こう取れてる、ほら簡単に取れる。あんまりね力入れるとね、ほんとすぐポチンって切れちゃうんで、ゆっくりこんな感じで抜くような感じ。はい、今日はこれだけねちょっと湯がきます。必ず沸騰してからこのようにね、でこの状態で、再沸騰を待ちます。はい、このようにね再沸騰したら、一度こうやって全体をねちょっとかき混ぜてから火を止めて、こうやって蓋をねかぶせて、こっから10分。はい、そしたらね出来上がりです。そしてこれを全部この冷やしてね、しっかり、はい、完全に冷やして、あとはまあ水気を取ってですね、サラダとかねささみネギマヨポン酢とかで提供したいと思います。今日はですね、鶏ささみ筋取りからボイルに至るまでをしてみました。また次回の動画をお楽しみに。